この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。マンションで火災に巻き込まれた後、俺は再び救済員へ戻されていた。やだ、やだよ。まだ長く。泣かないでよ、かのちゃん。もともとこの子と仲良くしようと思ったのは、金やら地位やら権力やら。そんなものをいずれ彼女を通して手に入れようと企んでいたからだ。けど分からなくなっていた。あの火事の後、親切なお兄さんは死に、俺の方が生き残ってしまった。その意味をずっとずっと考えているうちに、自分がひどく罪深い人間なのではないかと気づいていったのだ。やがて俺はこの子が泣いている時はできるだけそばにいてあげられるよう気を配るようになった。あらかじめこの子が泣かずに済むよう手を回すようになっていった。滅びやすい場所は整備してやり、大切にしている草花は育て方を覚えてこっそり世話をしてやったこともある。泣き虫だったカノを救うことで俺自身もまた少しずつ救われていったのだと思う。そうすれば生き残ったことを後悔せずに済んだから。でもこの時は本当に困らされた。だってまた高く行っちゃうんでしょ。この院を出てもらわれていっちゃうんだよね。うん。俺を助けてくれたお兄さんのお父さんが養父になってもいいと申し出てくれたのだ。この誘いを断る気にはなれなかった。俺にとって罪滅ぼしの一環のようにも思えたから。まさたかくんがいないと寂しいよ。まさたかくんがいないといつも私を守ってくれたのに。大丈夫だよ、泣かなくても。それは苦し紛れに言ったことに過ぎなかった。いい子には守護天使様がついてるんだって。いつでも悪いことから守ってくれるんだ。私泣き虫だし、そんなにいい子じゃないよ。そんなことないよ。かのちゃんはいい子だと思うな。だから必ず守ってくれるはずだよ。必ず？本当？うん。本当の本当だよ。沢木くん、沢木正隆くん。ほう。そこで院の職員さんから呼ばれてしまう。隣には養父が立っていた。どうやら迎えに来てくれたらしい。あれ、ジアだ。サイスさんって言うんだけど、ひょっとして知ってるの？うん、だってジアだもん。そっか、まさたかくんはジーヤのうちの子になるんだ。俺はその日からサイスまさたかになった。今でもつい反応してしまうことがあるけど、沢木はもう昔の名前なのだ。だったらこれからもまさたかくんと遊べるね。これからもずっと一緒だね。うん、そうなれたらいい。そうなってみたい。この時は素直にそう願っていた。だが果たして俺にそんな資格があるのだろうか。夜が更けて、聖ガブリエレ学園の生徒たちがポツリポツリと教会堂へ集まってきた。お、エンディングに向けて進んどるね。
エンディングっつうか、まあ体験版なんだけど。道内では手に持ったキャンドルが思い思いの輝きを放って揺れている。時々はしゃいだ声を上げる者もいたが、さすがに羽目を外すような者はいなかった。学生とはいえ、彼らの大半は両家の子女なのだ。この言い回し多いな。多少なりともその自覚があるのだろう。夜風が肌に心地いい。本格的に蒸し暑くなるのはまだこれからだ。その時、ゆったりと、伴奏するパイプオルガンの音が聞こえてきた。いよいよ始まるらしい。アーデルハイト・フォン・ベルクシュトラーセの歓迎会は、彼女の賛美歌読唱から始まった。わずかに開いた窓からそれが聞こえてくる。俺は外壁に寄りかかって耳を澄ませていた。他にもう一人。私の神様。あら、養父、約束守ってくれたんや。そいつはほとんど地面へひれ伏さんばかりにして涙を流していた。何に救いを感じるかは人それぞれだ。アーデルハイトの歌がこの男にとっての福音だった。だから約束通り福音を聞かせてやるためここまで連れてきてやったのである。どちらかといえば俺はその付き添いに過ぎない。だがまさにこれだけの騒動を起こしたカルトの一員に最前列の席を与えてやるわけにはいかなかった。差し詰め、立ち見の最高列といったところだが、満足してくれたのならよかった。何せこの予部が証人となってくれたおかげで、連中の計画についてほぼ裏を取ることができたのだから。おお。王家の信奉者たちによる暴走というのも大体予想通りだった。最後は女王からの厳しい通達もあってか、何食わぬかので顔で犯人を追い込むのに協力していた者もいたようだ。だから俺も何食わぬかので、この件に関わった者は一人残らず更迭すべきという報告書を挙げておいた。どうなったかまでは知らない。ともかく自白を引き出せたことで、アーデルハイトに落ち度がないこともはっきりした。彼女の意思を尊重し、もし良ければこの国に留まってほしい。ついでにそう申し出ておいた。あくまでついでだ。だが王子との縁談は白紙になり、留学も予定通りの期間継続すると、広告側から報告があった。早いな。早いな。びっくりした。こんな半日どころ、半日くらいでこんな、そんなに通達来るん。やっぱご時世だね。インターネットでピーンですか。黒幕はいないと踏んでいたのだが、実はちゃっかり大物が関わっていたのである。なんと、はぁ、事件発覚後、第一王子の母親の前で、第一王子が母親の前でメソメソ泣きながら罪を告白してきたのだとか。第一王子か。はぁ。しかも他に好きな子がいるから結婚は嫌だったというのである。ははなるほどね。そうなんだ。ああ、なるほど。ああ、なるほど。そういうことか。そうだよな。第一王子側は第二王子に比べてメリットは少ないからな。どういうことかと思ったら、そういうことか。縁談が白紙になったのは、それもあってのことだろう。まったく、小悪党が犯人という読みだけは、きっちり当たっていたわけか。そうやな。こいつの、あーちゃんの、株を落とせば、結婚が白紙になって、結果的に自分が好きなこと、結婚できる可能性が出てくるってことになるからな。なるほどね。実行犯であるハンス・クルーガーでさえ、王子の関与だけは口を割らなかったというのに。そんなに、王族だからといって偉大な人物とは限らない。そんなに女王って、やべえの。そんなに女王って権力者なの。それこそ御鳩の家の、見張るのような、そんなレベル？うん。だって、まず確実に女王が怖くて告白しとるやん。
すごいな。この世には救われない者もいる。なら俺にとっての救いとは何なのだろう。その時、アーデルハイトの歌声が耳の奥へ染み渡ってきた。なんと尊き恵みだろう。罪に汚れた私さえお救いくださるというのですか。かつて道を誤った時、主が気づかせてくださった。かつて盲目であった時、主が目を開いてくださった。なるほど、なかなか心に響く。あいつは俺も聞けばファンになるなんて豪語したが、天使の美声もあながち大げさとは言えないか。悪くない。あ、もう、まさたかくん、こんなところにいたんだ。お、呼ぶ。せっかくなんだから、中で聞いてあげればいいのに。隣で呼ぶか号泣しとるんだよな。膝ついて。そういうわけにはいかないんです。俺はここで十分だ。おう、なんか彼女様までひっつくようにすぐ隣の壁へ寄りかかってきたのである。その足元ではヨブが号泣しながら土下座しとるんやろ。なんてシュールな光景なんだ。お嬢様こそちゃんと聞いてあげなくていいんですか。なぜかじっと顔を覗き込まれてしまう。まさたかくん、怒ってるんじゃないかなと思って。あ、誘拐のことならなかったこととして処理されたはずだ。俺もこの件には関わらなかったことになっている。お嬢様も他の人から十分叱責を受けたようだし、はて。ひょっとして何かまた怒られるようなことでもしたんですか？え、うん、なんでもない。なんでもないんだよ。ああ。まあいい。いえ、一つ思い出しました。あれ？なんだろう？お嬢様のせいで、俺はまたペトロ呼ばわりです。それについてはどう責任を取ってくれるつもりなんですか？いいと思うけど、まあ、名前も可愛いし。シト、可愛いだと？何よりペトロはいい人だもん。一度はイエスを裏切ってしまったけど、最後は、囚われた民衆の身代わりになるため、殺されると分かっていて、ローマへ戻ったんだから。と、彼女お嬢様が遠くを見るようにする。釣られて俺も透き通った、夜空へ視線をやった。星々の座はもう夏のものへと交代しつつあるらしい。もうすぐ夏が来る。初めて天使を見たあの人を同じ夏が。私が苦しみを乗り越えられたのは主のお導き、主の尊き恵み。だから無休の星々より多くの時が過ぎ、太陽の輝きが果てぬ限り、永遠にあなたを称えましょう。初めて歌った時よりもずっと強く、初めて歌った時よりも、おお、これでオープニングかしら？来た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 。ああ。これが登場したのが2017年だったっけな。サガプラネッツ20周年記念。すごいですね。20周年。はい。ということで多分これで終わると思います。フローラルフローラブ、いかがでしたでしょうか。なんかね、まあ感想戦になるんだけどさ、すごい途中シナリオがすごい荒削りだなってのは思ったんだけど、途中調べてみたらさ、あれだったわ。甘えみ書いとる人とこの同じ人でした。シナリオライターが、多分メインのシナリオライターがね。あ、だからかと思って、うん、すっごいなんか荒削りだったからさ、そのなんか話の展開とかね、設定とか吸ったもんだが、ああなるほどと思って。だからね、別にね、悪いわけじゃないのよ。嫌いなわけでもないんだけど、ただ荒いだけでね。ほら、リンゴジュースもさ、完全に溶かしてあるもんとさ、ちょっと粒が入っとるのとさ、あのザクザクのなんかね、リンゴが入っとるものだったりするとさ、やっぱ好みやねんか。だから可能性はすごいあるのよ。話の展開もすごい面白かったし、こっからすごい開いていくんだろうなっていう。途中で話したけど、あのパズルのピース、うん、パズルのピース形を合っとるんだけど、あの
そのピースごとをつなぐ、凹凸の部分がなくなっとるような、それをなんか後から埋めていくような感じの、うん、そういう風な、なんていうんだろうな、荒削り感がすごいあって、けど一応パズルとしての形は整っとるから、世界観としてはまとまっとるんだろうなっていう。結構ね、このサガプラネットさんの作品に関しては、初雪桜っていうなかなかの、名作があった都合上、なんだろうな、それを超えるために何かやっぱり試行錯誤っていうのは続けてほしいんだよね。あれ本当に名作だからさ、うん、可愛い女の子たちのキャラゲー吸ったもんだっていうのも、あったんだけど、それとは違うならこの深い作品になりつつあるのかしらっていう壮大なストーリーというかさ、割と可愛い女の子ありきの、なんて言えばいいんだ、シナリオもグッと引き寄せられるみたいな、うん、やっぱそのバランスがすごい大事やからさ、ただでさえこの作品、作風が可愛いからね、あの絵の感じが、うん、まるっと続きがあった。そういえば小羽さんは今回メインストーリーに対して絡んでこんかったね。うん、まあ立場的にしゃあないか、葵さんがおるもんな。よし、じゃあちょっとオーラス続けよう。椿小羽は一度扉の前で立ち止まると、背筋を伸ばしたまま右足を引いて礼を示した。外に広がるざっきりん、雑木林？わからん。では、数を増やしつつある夏の虫が賑やかな合唱を響かせている。だが、祭壇の前に立つ人物は、とても、自然が奏でる演奏を楽しんでいるようには見えなかった。待っていましたよ、小羽。おう。珍しいですね、姉さん。わざわざこんな時間に、お仕事の話で呼び出すなんて。こんな時間でなくては困る事情があるんです。どうもまた厄介な事件が起こりつつあるらしい。あるいはそれも主の与えたもう試練であるのだろうか。なら小羽にはいつでも慎んで引き受ける覚悟はできている。保護者の方から学園側に相談があったんです。最近娘の帰りが遅く、時々帰ってこない日まであると。ただ学園側としては家庭の事情にまでは関与できない方針なんだそうです。家出の相談ということでしょうか。ええ、私もここは大人が出ていくよりも生徒の間で解決を図ってもらう方が効果的と判断しました。下調べもすでに済ませています。つまりここからは小羽たち聖書朗読委員の出番というわけだ。だが一つ腑に落ちないところがあった。ではどうして私を呼ぶとき祭司さんにも秘密で来るようにと。おかげで姉が心配していると嘘までつかなくてはいけなかった。本来なら彼、祭司正隆に任せてしまうべき案件なのにである。今回ばかりは彼に頼るわけにはいきません。知られるわけにもいきません。これを。目の前に数枚の写真が差し出される。どうやら駅前に設置された防犯カメラの映像をプリントしたものらしい。そこには、高級会社から降りてきた、時坂七尾が中年男性から金銭らしきものを受け取っているところが映し出されていた。そう、途中高級車が通りかかって、やあ奈緒ちゃんみたいな感じで言っとったな。まさか時坂さんに限っていかがわしいものではないはずです。小羽、ね、この時点での予断は禁物ですよ。だが冷静に冷徹にやるべきことだけをやれる。誰しもそんな機械のような人間になれるわけではない。それはどうやら小羽だけではないらしい。何より一番の問題はそこではありません。そうだよな、七尾だけの問題であるのであれば、別に正隆に頼んでもいいわけやねんか。調査不足だったんです。カルバンの予定説など私は信じていませんが、運命的な導きか、あるいはこれこそ主の与えたもう試練なのかもしれません。
さらにもう一枚、写真を出してきた。別のカメラが先ほどの高級車を正面から写したもののようだ。荒い画像のようですが、この方は一体？だからまだ断定はしていません。でも、おそらくこの男の名前は、沢木忠道である可能性が極めて高いと思います。パパーンか。沢木忠道。ゆっくりと噛み締めるように反芻し、小羽もようやくただなる事態に気づいた。出てったパパーンか。だとしたら確かに主のお導きか、あるいは悪魔のいたずらか。彼が家を出たことが母親による虐待が始まるきっかけになったのは疑いようがありません。それでも司法は彼を罪人とはみなさないでしょう。私もそれは微妙なところだと思います。ですが、ある人物にとってはそう簡単に割り切れない複雑な感情を呼び起こす可能性が高い。はっきり名を言わずとも、その人物の顔が、声が逃れようもなく小羽の胸に迫ってきた。何者も宿命からは逃れられない。そう、沢木忠道は斉須正隆の戸籍上の父親なのですから。斉さん。突然無数に群がる虫たちが一切陽気に悪魔めいて高い声で鳴き始めた。まるで運命のラッパが子羊たちを学び屋へ、新たな季節の始まりを告げるかのように。はあ、なるほどね。これで終わりだよな。うわー、面白いな。確かに、あの小羽と七尾に関してはそのやっぱオープニングはなかったからさ、あまりその活躍というかメインの話が、面白いその匂わせをした状態で行ってくれるやん本編へ。面白い。まあこんな感じでね、結構このそのオープニングの話の途中だったけどさ、オープニングさっきのオープニング中にやっとった、あのシナリオレーダー結構荒削りなんだけど、やりたいことは大体わかんない。ああ、だいたいこういうことやりたいんだなっていう、そのシナリオの目的というかさ、こういうところに落ち着けたいから、こういう順番辿っとるんだろうなっていうのはなんとなくわかるのよ。うん。だから別に嫌いでもなければ悪いわけでもないし、むしろその、やっぱりこういうのってさ、やっぱ数を書くことでしか、養われないね、筋肉だからさ、だから常にその作品を、作り続けてくれよみたいな期待も込めてね。あ、いいな。ということで、フローラルフローラブ、かなり続きが気になる展開でしたね。はい、気になる方はね、ぜひ手に取っていただきたいですし、それこそ、今月9月だったっけな、これが更新されたら9月には、サガプラネッツさんの、作品4つが同梱された、なんか豪華版みたいなやつが、発売されますんで、もちろん予約特典なんかもあったりするのかしら、パッケージ版かどうか知らんけど、それなんかもね、なんかいろんなグッズがついてきたりしとるもんですから、気になる方はぜひね、手に取っていただければなと思います。はい、ということで、以上、おじさんでした。お疲れちゃん。